最初はグーじゃんけんぽいやったーもう始まる始まるはいアンジャンケンピエロ皆さんこんにちはジャンケンピエロですせーの l レッツジャンケン English! イェーイはいこんにちはジャンケンピエロですえー、っとですねあの英語の中で あの、熟語をネイティブよく使ってるんですよ。えー、っと、説明しないとかなり難しいですね。なので、うんと、週1回ぐらい、えー、っと、熟語をしようかなって思ってるですね。で、かなり面白い。これから頑張りましょう。Hi, everyone. 皆さん、こんにちは。 Lesson number eight.Idiom number eight.Let's start.A blessing in disguise. えっとですね、それが結構面白いな、えー、イディオムなんですね。えっ、ー、と、まずが意味、普通に、えっ、ー、と、強すると、A blessing in disguise のは、変装した祝福。 それがどういう意味かなりわかりにくいですね。これから説明します。First, let's read a sample. ですね。My bicycle broke down, but maybe it was a blessing in disguise. 意味のは私の自転車が壊れた。broke down って意味のはだいたい壊れた、パンクになった、それぞれの えっと、動くなって、えっと、動くなくなったですね。So, my bicycle broke down, 壊れた。But maybe, もしかして it was a blessing in disguise. っていうのは意味がトータルの考え方ですね。悪いことになったときに、もしかして悪くはなかったですね。なんか、その後、長い考えると、 いいことになるかもしれないですね。最初が悪いことと思ってるなんですけれどもでも時間経ってからあらもしかして考えるといいことじゃないでしょうかのイディオンですね。もう一回読みましょう。My bicycle broke down, but maybe It was a blessing in disguise. カッコで、When I went to fix it, I've met a charming girl working in the bicycle shop. って意味のは、自転車を練習に、えっと、修理にいたところに、すごい charming、きれいなお姉さんがいたんですね。仲良くなったのことですね。When I went to fix it. I've met a charming girl working in the bicycle shop. 自転車が悪いことになったけど壊れたなんですけど、自転車屋さんに行くときにすごい綺麗な女性の方いたんですよ。その後が書いてあるのは、That's how I've met my wife. それで奥さんがどうやってが知り合った。<laughs> だから最初が自転車が壊れて、あ 大変だな、な感じだったなんですけれども、自転車屋さんのところにいて、いいことになりましたですね。だいたいその考え方が結構面白いな、えっ、ー、と、熟語かか、かなり好きですね。A blessing in disguise ですね。あの、blessing のは、祝福。disguise が、変装。 だから、最初がと思ったのことを悪かったと思ったのですけれども、逆にいいことになりました。えっ、ー、と、それが今日がここまでですね。A blessing in disguise. あよかったら、えーと、使ってください。意味がまだわからない、えー、とことがあれば、使い方いつが使うだったら、ぜひコメントが、えー、と書いてください。それで、 もしよかったらチャンネルに、えっと、サブスクライブすると、えっと、助かりますですね。Alright. Thank you very much. See you next time. Bye.